ね、皆さんこんにちは。こんにちは。今日も神様が呼び寄せてくださいましたお一人お一人と一緒にですね、こうして礼拝をすることができますこと、神様に感謝いたします。今日も聖書の箇所から少し皆さんと一緒に学んでまいりたいんですけれども、ルカによる福音書4章の31節からしばらく皆さんと一緒に聖書を学んでいきたいと思いますけれども、人間っていうのはやっぱり体があって、体、この体っていうのはもう死んでしまうともう終わってしまう、土の中に返してしまうんですけども、この魂っていうのはやっぱり神様のもとに行くわけなんですね。この魂が、私たちの魂がどこにあるのか、まあもちろん今は私の、例えば私だと私のこの体の中に魂があるんですけれども、私のこの体が使えなくなったら魂は神様のもとに行くわけなんですね。人間っていうのは神様によって作られた者たちであるのならば、私たちのこの体と魂には神様のことを知ってるんですね。もともと神様に作られてるんですから、神様のことを知ってるはずなんですね。でも私たちはこの世を生きていく中で、なるべく自分中心に、自分の考えばっかり、自分の考えを大切にして、神様の声を聞こえなく聞こえなくしているわけなんです。アダムとイブ、神様に一番最初に作られた人間も、最初は神様に作られたから神様と一緒にいたんですね。で、自分たちが裸でも何の恥ずかしくもない、裸であろうが何であろうが全く恥ずかしくなくてですね、神様と共にいてた。でも悪魔が近寄ってきて、サタンが近寄ってきて、サタンの声を聞き出すと神様の前に出るのが恥ずかしくなるわけなんですね。サタンが近寄ってくれば、神様とせっかく共に歩んでいたのに、神様といることが恥ずかしくなってしまう、嫌になってしまう。だから神様に作られていて、神様のことを信じている、私たち人間は神様によって作られているから、もともと神様のことを知っているから、神様の前に出ては恥ずかしくないはずなのに、いつの間にかサタンの誘惑、サタンから声を聞き出した、サタンの声を聞き出すと神様の前に出るのが恥ずかしくなる、正しく生きていくのが恥ずかしくなる。だから神様のもとから離れよう離れようとしてしまう。しかし神様に作られたものは魂が神様のことを覚えているんだなと思って、今日の聖書の箇所を読んでいても、権威と力ある御言葉ということを私たちは、ね、考えますけれども、実は権威がある、一体誰に権威があるんでしょうか。私たちが間違ってはならないのはですね、キリスト教会の中でよく起こす間違いは、まるで牧師に権威があるように感じてしまうんですね。牧師が教会の中心であって、牧師が神様から御言葉を語ることに任されていますから、何か牧師に力があると感じてしまう人たちが大勢いるわけなんですね。権威と力ある御言葉っていうのは、実は牧師に権威があるわけではないんですね。神様に権威がある、そして牧師の語る言葉に権威があるわけではなくて、御言葉そのものに、聖書の言葉そのものに実は力があるんですね。牧師はあくまでも神様によって語らせてもらっているだけの話なんですね。それがいつの間にか、まあ牧師が語る役割をしていますから、牧師に力あるものとみんな勘違いしていくわけなんですね。でも神様の御言葉っていうのは、誰が語ろうが聖書の言葉を語っているのなら、その言葉に力がなければならないわけなんです。でも人間は教会の大きさだったり、教会の綺麗さだったりですね、
たくさん人が集まってるところの方が楽しいって言ってですね、聖書の御言葉よりも人の顔を見たり建物を見たり、そういうものを見てですね、人は集まってしまうようになってしまっている。なぜならばここにサタンの誘惑があるわけなんですね。私たちは本当は神様と共に、イエス様と共に歩みたいと思っているのに、サタンが近づいてくれば近づいてくるほど私たちは恥ずかしくなって神様から離れよう離れようとしてしまうんですね。そして聖書の御言葉よりもいつの間にか自分の考え、自分の思いの方が正しいのであってですね、神様の話を忘れてしまう。私は何度も聖書説教でよく言うんですけれども、サタンはね、私たちにどうやって近寄ってくるか。サタンは誰の顔をして近寄ってくると思いますか？もちろんサタンがね、本当に悪魔のような怖い顔をしてね、近寄ってくる。みんな気をつけるはずなんですね。でもサタンはもしかすると自分の家族の顔をしていたりですね、自分が一番好きな人の顔をしていたりですね、自分が尊敬している牧師の顔をしてもしかすると近寄ってくるかもしれない。私たちは簡単に人によって騙されるわけなんですね。サタンが、私はこの角を生やしていてですね、私はもうサタンだって言って怖い顔をして来ていて、私の言うことを聞きなさいって、誰もそんなことは聞かない、お前はサタンだろう、どっか行ってしまえって私たちは言える。でもまるで家族が近寄ってきたり、仲間が近寄ってきたり、自分の仲いい人が近寄ってきたり、自分が信頼している人が近寄ってきたら、すぐその人の話を聞いて私たちはフラ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 して、神様の話を聞こうとはせずに自分の思いになってしまってはいないか。皆さん、海っていうものを考えてみたら、海はね、次々にこう波が来るわけなんですね。波が来ては消えていって、波が来ては消えていって、どん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 私たちはですね、この私たちが立っていると足元にどん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 この波が、大きな波があれば小さな波があってですね、自分たちで立っていられるような波もあればですね、自分たちの背を越えてまで来るような波があるわけなんですね。で、私たちはどこに立っているのか、その波に向かってどのように